はい、どうも、こんにちは。経験チャンネルです。はい、今回も経験の楽天モバイル、楽天アンリミット情報をお伝えしてまいります。はい、今回からね、新シリーズというか、今4月6日のね、今撮ってるのね、夕方の5時なんですが、まあ、あさってね、4月8日からサービススタートということで、ここね、4月8日サービス開始ということで、ね、もうね、あと2日しかないんですが、昨日かな、一昨日かな、夜中っていうかね、一昨日の夜中になりますか、昨日の未明っていうかね、ライブしてですね、僕、動画たくさん出したんだけど、それの振り返りみたいなことやってたんですけど、改めてね、一問一答じゃなくてね、一本一答じゃないですけど、もう一度ね、短く簡潔に振り返りますんで、そういう新シリーズみたいなやつをお願いします。よくね、話が長いって言うから、今度逆にね、話短いやつにしますんで 驚くほど短く作りますんで、今日だけね、今のこの本、あのこいつだけ、この前段の話だけ長くしますけど、これから短い動画出しますんで、よかったらまたね、見てください。やり方としては、ちょっと最初のこのね、動画だけ、ちょっとやり方を教えますっていうか、僕のネタバラしますんで、この前、ライブは、すごい振り返りというかね、これ僕のチャンネルですけどね、で、ここで再生リストのとこから、ここ、楽天モバイルの関連の動画ね、今んとこ57本動画出してますね。まあ、結構動画出してるね。多分僕、楽天モバイルで日本で一番動画出してると思うんだけど、まあ本数のね、量だけですけどね。内容はどうかわかんないよ。はい。で、ちょっとこれ今、えーっと、これ今、えーっと、これ今、あの、お、置いときまして、で、これここの57本の動画あるでしょ。で、これを、よいしょ。こういう風にしてね、たくさんこう、あるんですけど、これ一個一個ね、振り返ってたんですよ。この前のライブでですね。見てくださった方は、そうなんだ、分かってると思うけど、で、それをもっと短く簡潔に、その内容を、すごく簡潔に、その本当の内容の本質だけ、動画に出しますんで、これ、今日から、明日いっぱいまでね、まあ明日いっぱいでちょっとこの50何本は動画に出せないから、まあ明日、明後日、しあさってね、まあ4、5日ぐらいかけてですね、動画出しますんでね、まあ楽天モバイルのこと好きな人、まあよかったらまた見てください。内容は以前の話したその長い内容の中の本当の、大事なところを、ただそれを短くね、動画でまとめるだけなんで、ということでよろしくお願いします。はい。これ上から1本目からってことだよね。はい。じゃあこれですね。今これ1本目がこれだな。これね、ここで見るとちょっとわかりにくいな。わかりにくいから、楽天モバイルのところじゃなくてもいいからです。動画からですね、これから行けばいいか。はい、ライブと一緒にね、楽天モバイルのこの、たくさんのね、サムネイルあるんだけど、これの、ここからだな。はい、ここからですね。あれ？これ、新プランを考察するって、こっちからですね。はい。じゃあ、ここから、スタートしますんで、よろしくお願いします。はい。この今の前段の話いらなかったけどね。まあいいか。うん。今回だけね、この長いのやつで。次回からすごい短くしますんでね、またよろしくお願いします。次回から、そういうような流れねっていう感じで。今からスタートするみたいな感じで、またよろしくお願いします。はい。じゃあ僕の楽天モバイル1本目、新プランを考察するってことをね、ちょっと話していきたいと思います。はい。すぐ終わりますよ。はい。楽天アンリミットね。楽天モバイルさん、第4のキャリアということで、楽天モバイルさんが楽天アンリミットっていうね、そういうプランを設けました。はい。これはですね、
改めまして、楽天回線エリアの中では完全データ使い放題でプラン料金が、月額2980円プラス税と、これのワンプライスで、ワンプランです。はい。そして、1年間無料ですね。300万名対象で1年間無料です。はい。で、それでですね、あとはよいしょ、料金プランって書いてあるんだけど、こっちの方行こうか。うん、こっちだな。はい。一応ね、内容は楽天回線エリアの中については完全データ使い放題。はい。で、楽天基地局に接続時で、パートナー基地局ね、KDDI の回線につないでるときは、接続時はデータ容量が、月額じゃない、月に2ギガのみです。で、2ギガ長期化後、超過後は、最大 128kbps なんですが、1ギガごとに500円払うと1ギガ追加できますんで、そういうことですね。はい。そして、楽天リンクアプリっていうものを使うと、国内通話がかけ放題になります。はい。アプリ未使用時は30秒20円になってます。はい。それから、海外66の国と地域と、グローバル無料ということでね、つながってますね。この米印の方から、その66の地域、国と地域って多分見れるところあると思いますんでね。はい。で、データ容量は月に2ギガ、SMS ですね。これが無料となってますと。はい。これも同じ、国内と一緒で 2GB 超過後は最大 128kbps、になっております。あ、国内通話は重量課金ってなってますね。はい。ということですね。はい。以上です。はい。こんな感じで、うん、多分後半の方は2分半ぐらいしか話してないのでね、間違えてなかったら、まあ、ちょっと間違いながら話したんですけど、間違えてなかったらもうちょっと短くなったと思いますけど、はい、こんな感じで当たり前のことは当たり前にまた繰り返して、動画にしますのでね、またよかったらまた見てください。はい、ということで、今回の動画は以上です。この動画参考になりましたらよかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。はい、ということで、ゲゲンでした。ではまた。